はい、皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、私の2019年のベストコスメを紹介していきたいと思います。ではレッツゴー。はい、というわけでですね、ちょっと遅れ合わせながらベストコスメを紹介させていただきます。本当はね、どうしようかなって悩んでたんですけど、やってほしいっていうリクエストがあったので紹介していこうと思います。で、ベストコスメを紹介するにあたって各部門に分けて、例えばベースだったりとかファンデーションとかリップとかアイシャドウとか各部門に分けて一つずつ紹介していきたいなと思っているんですけど、選びきれないものであったりとか、普段使ってはいるけどベストコスメまではいかないなっていうものとかもあったりするので、なるべく厳選して、そして本当におすすめしたいものを紹介していきます。はい、というわけでまず下地です。メイク下地部門は多分皆さんもお察しだと思いますが、じゃじゃん、こちらマックのライトフルシープラスティンティットプライマーです。これは私の動画で何回登場したかっていうぐらいだいぶ使っているんですけど、めちゃくちゃいいです。本当に何がいいかっていうと、やっぱりこう下地なのでヨレを防止させてくれたりとか、今ね冬じゃないですか。冬でやっぱ気になるのって乾燥だと思うんですけど、乾燥も防げるし、カラーがねちょっとピンクっぽい感じのカラーなので、ワントーン肌の色を上げてくれたりとか、透明感も出してくれたりとかするので、この下地はめちゃくちゃ気に入ってます。これをベースとして使うときめ細かい肌になるというか、本当にファンデーションのノリも良くなるし、自然なツヤが出るんですよね。私最近マットじゃなくてちょっとツヤがあるような肌が好きなんですけど、この私の今の気分にすごく合う下地なので、下地部門ではこれがダントツでベストコスメかなと思います。では続きまして、ファンデーション部門。ファンデーションも本当に色々試してきたんですが、その中でも私が一番お気に入りだなと思うのが、じゃじゃん、こちらまたまたマックなんですが、マックのライトフルシープラスのコーラルグラスファンデーションコンパクトでございます。これも結構動画で出てきていますよね。私の動画では結構おなじみかと思うんですが、やっぱり同じシリーズっていうだけあって、このセットを使うと間違いないと思います。だいたいこのセットを使ってる日は、ファンデーション何使ってますかとか、肌めちゃくちゃ綺麗だねとか友達にも言われることが多いかな。そのぐらい本当に目に見えてこう良さが伝わるんですけど、この薄さもめちゃくちゃいいですよね。持ち運びがしやすいので、私は基本的にあんまりメイク直しで持っていくことはないんですけど、旅行の時とかすごくスリムなので、リキッドファンデーションもいらないし、そういった面でもすごくおすすめです。もちろんメイクも崩れにくいし、もし崩れちゃったとしても嫌な崩れ方をしないので、夏場でも全然使えます。続きまして、アイブロウ。アイブロウもベストコスメがありまして、じゃじゃん、こちらタナエクセルのパウダーのペンシルアイブロウ EXPD05 番のグレイッシュブラウンです。これもですね、多分私の動画では結構見慣れている方も多いんじゃないですかね。これアットコスメで多分1位とか獲得しているのかな。そのぐらい結構まあ定番のアイブロウペンシルかなと思います。定番なんですけど、やっぱりいいですね。ペンシル、パウダー、ブラシの3つが付いているのに1450円っていう、コスパもめちゃくちゃいいし、前このテスターで試した時になんかあんまり色つかなかったんですよね。あんまり色つかなかったから、なんか硬いのかなとか思ったんですけど、テスターってまあ言ったら何日もこう店頭に放置されているじゃないですか。なのでやっぱ乾燥とかしてきちゃって、その分劣化が早いというか、テスターに置いてあるのって結構劣化しちゃったやつが多いと思うので、そういうことで書いてもそんなに色つかなかったと思うんですけど、実際はめちゃくちゃ発色いいので、逆に力入れて書きすぎると濃くなりすぎちゃって、ちょっともったりした眉毛になっちゃうっていうのが結構注意ポイントかなとは思うんですけど、発色もとてもいいし、あと書きやすいです。芯がこういう感じで平らになっているんですよ。なのですごく角も書きやすくって、この形もとても気に入ってます。では続きまして、アイシャドウ部門を紹介していきます。アイシャドウ部門はじゃじゃーん、こちら。もうめちゃくちゃ悩んだんですけど、メイクアップレボリューションのアイラブチョコレート、チョコレートオレンジのパレットでございます。いやー、本当にアイシャドウはやっぱりいろいろ試してきたし、結構悩みました。本当に悩んだんですけど、強いて一つあげるならこれかなって私は思います。これはね、結構前から多分発売されてはいたんですけど、私は2019年に初めて使いました。これね、何がいいかって、 もちろん見た目も可愛いじゃないですか。やっぱあとでかいので、いろんなカラーが入ってるんですよ。種類豊富で、しかも使いやすいカラーがたくさん入ってます。で、なんでこれを選んだかっていうと、肌の色がイエベなんですよ。イエローベースだから、オレンジ系だったりとか、ちょっと黄みがかった色の方が私の肌には合ってくれるんですけど、このアイシャドウパレットは間違いないと思います。イエベさんならこれを使えば多分自分に合ったメイクができるんじゃないかなっていう気がします。チョコレートオレンジっていう名前なだけあって、結構オレンジ系の色味が多いんですけど、特
ところどころにこういったピンク系の色味も入ってたりとか、無難に使えるブラウン系、こういったカラーも入っているのでめちゃくちゃ使えます。そしてハイライトカラーもあるからね、これ1個でマジでいろんなメイクができる。普段そんなにメイク冒険しないよっていう方はこれだとちょっと大きすぎるから、ちっちゃいパレットで自分のお気に入りの色を見つけるのがいいと思うんですけど、結構メイク変えたいなとか、ちょっと新しいメイクにも挑戦してみたいなっていう方はこれ1つ持っておけばいろんなメイクができるのでめちゃくちゃおすすめです。発色とかも全然問題なく、とても綺麗に色がのってくれるので、これはめちゃくちゃおすすめです。はい、ということで続きましてアイライナー部門、アイライナー部門はこちらです。ヒロインメイクのスムースリキッドアイライナー、スーパーキープの03番のブラウンブラックでございます。メイク動画で多分このアイライナーばっかり使っているのでおなじみだと思うんですけど、本当に描きやすいです。そしてコスパがいい、めちゃくちゃコスパが良くって、私はもうこのなんだろう、形とか筆の太さだったりとか腰だったりとかがめちゃくちゃ描きやすいので、アイライナーは多分ずっとこれを使うんじゃないかなって気がします。発色もめちゃくちゃいいし、ウォータープルーフタイプになっているので全然落ちないです。夏場でもそんなにヨレは感じなかったかな、使っていても。では続きましてマスカラ部門、マスカラちょっと2つあるんですけど、まず1つ目がじゃじゃん、こちらテルナのラッシュクイーンフェリンブラック、ディープブラックを私は使っております。こちらはですね、夏にイベントをした時にファンの方からいただいたものなんですけど、めちゃくちゃ気に入ってます。でこれウォータープルーフタイプになっているので夏場はとても大活躍しました。私基本的にマスカラはお湯で落ちるタイプがすごく好きなんですけど、やっぱり夏ってどうしてもお湯で落ちるタイプを使っていると下にこうマスカラがついてきてしまったりとかするんですけど、まあ、ウォータープルーフタイプなので夏にはねとてもおすすめです。あとはなんかプール行く時とかよく使えます。パッケージもとても可愛いんですけど、あと気に入っているのが太さ、ブラシがね結構太めなんですよ。これ太めなんですけど塗りやすいです。短いまつげまでキャッチしてくれるからちゃんとボリュームも出してくれるし、これはねやっぱりいいなと思いました。細かい話なんですけど、マスカラってなんか固まってくるじゃないですか、この隙間にマスカラが溜まってきたりとかすると思うんですけど、なんかこれねカチッとなるっていうかすごい締まりがいいので、全然そのマスカラが固まっちゃうとかっていう問題がないので、そこもとてもいいなと思いました。もう一つあるんですけど、もう一つがじゃじゃん、こちらメイベリンのラッシュニスタ N01 のブラックでございます。私マスカラはブラック派なんですけど、これはねとてもおすすめで、こっちはさっきのと違ってロングタイプの、しかもウォータープルーフじゃないのでお湯で落ちるタイプになっております。このマスカラはね本当に結構昔からあって、原点にして頂点という感じですかね。シンプルで使いやすいです。めちゃくちゃこのブラシがね細いんですよね、こっちは。だから下まつげとか塗るのはめちゃくちゃ向いてると思います。すごく塗りやすいです。であとダマにもなりにくいので綺麗にまつげを伸ばしてくれるので、自然にまつエコをつけてる感じ、なんかすごく自然な感じでとても気に入っております。続きましてチーク部門でございます。チーク部門はじゃじゃん、こちらブルアルパリのルバーアブラッシュの08番です。これはですね、まあ私はこの08番を選んだんですけど、このロレアルのルバーアブラッシュシリーズがめちゃくちゃいいです。ハイライトもあるんですけど、ハイライトもとっても良かったです。前に動画でも紹介しているんですけど、そのハイライト私多分プチプラのハイライトの中では一番気に入っています。これもね同じシリーズのチークになってます。こっちはちなみにカラーはこんな感じです。オレンジベージュな感じなんですけど、カラーもすごく綺麗なんですけど、このルバーブラッシュシリーズとにかく発色がいいです。なんかプチプラのチークでこんだけ発色いいのってなかなかなかったんじゃないかなって私は思うんですけど、めちゃくちゃ発色がいいので逆につけすぎ注意なぐらい発色がいいです。少量で済むからすごくコスパもいいと思います。あとねこの匂いがね結構いい香りするんですよね。なんかチークで香りつきってあんまりないと思うんですけど、なんかちょっと高級化粧品っぽい感じのすごくいい香りがします。あとはねちゃんとこう鏡もついてたりとかブラシもついているので、まあこれ一つでサッと塗れるのもとてもいいなと思って私はこちらを選びました。かっこいい感じの時でもサッとつけるだけで血色感を自然に出してくれるし、私基本的にこうアイシャドウとかリップがすごく濃いのでチークはそんなに主張をしたくない人なので、このぐらいのすごくナチュラルなカラーはとても使えるなと思ってこちらを選びました。では続きましてハイライト、ハイライトは多分もう皆さん嘘ついてますよね、きっとあれしか使ってないもんね。ということでハイライト部門はじゃじゃん、おなじみマックのエクストラディメンションスキンフィニッシュのオーダーリンでございます。これがめちゃくちゃいいんですよ。もう本当に私が今まで使ってきたハイライトの中でもダントツで気に入ってます。とにかく綺麗、本当に粒子が細かくって自然にこうスヤッと見せてくれるハイライトになっていて、何回
回も言ってるんですけど、私ラメが大きいハイライトが好きではなくって、どっちかっていうと本当に粒子が細かくってパールっぽい感じの自然にツヤっと見せてくれるハイライトが好きなんですけど、まさにといった感じのハイライトになっております。こちらがで色もゴールドなので、この私の肌の色にもすごく合ってるし、ハイライトって強すぎても弱すぎても私は嫌で、絶妙なツヤ感というか光沢感が欲しいんですけど、もう何も言うことないです。私の本当にドタイプのハイライトがこちらになっております。なのでぜひ試してみてください皆さん。はい、というわけで続いてでラストの部門になります。ラストの部門リップですね。リップは本当に悩みました。悩みに悩んでちょっと一本では決めれませんでした。ということで複数あるんですが、一つずつ紹介していきたいと思います。というわけでまず一つ目、じゃん、こちらまたまたマックなんですが、マックのリップスティックスパイスイットアップです。これもねめちゃくちゃ気に入ってるんですよね。今も実際につけているんですけど、私がずっと長年探し続けていたようなちょっと透け感のあるボルドーっていうんですか、なんかボルドーっていうと結構もったりした感じで唇がどうしても重くなってしまったりとか、なんかこう血色感がやっぱり出にくいリップではあるかなと私は思っているので、ドス黒すぎてもあれだしな、赤っぽすぎてもボルドーじゃないしなっていうので見つけたのがこちらになります。とってもね使いやすいです。ツヤがあるタイプ、ちょっと透明感のあるボルドーになっているので、強すぎず弱すぎずというか本当にちょうどいい、ちょっと抜け感の出るボルドーリップかなって思います。あんまりパキッともさせたくないけど、そんなにダークな気分でもなくって、ちょっとかっこよさを欲しいっていう時につけることが多いですかね。これはとにかく色が気に入っているのでベストコスメに選びました。続きましてじゃじゃん、こちらはメイベリンのスーパーステイマットインクの135番です。こちらも YouTube で紹介しているのでおなじみなリップだと思うんですが、これに関してはもうマジで落ちない、本当に落ちないです。私が今まで使ってきたリップの中でダントツで落ちない。結構使ってる方も多いと思うんですけど、逆になんか化粧落としでも落ちないみたいな感じのレビューもあったりとかして、ちゃんとねポイントメイクアップリムーバー、アイメイクとかリップメイクとかに使えるようなポイントメイクアップリムーバーで落とせば綺麗にスワッと落ちてくれるんですけど、どのぐらい落ちないと言われているこちらのリップですね。これはまあ落ちにくさで言ったらピカイチだなと思ったので今回ベストコスメに選びました。色もとっても可愛いです。アーモンドっぽい感じ、オレンジブラウンな感じで私のすごく好きなカラーになっております。接客業だったりとか、 なんか美容師さんとか手が離せない仕事の方とかは塗り直しをする必要があんまりないので、とてもおすすめなリップでございます。はい、ということで続いてで最後のコスメとなります。ラストを飾るのはじゃじゃーん、こちらです。資生堂のモダンマットパウダーリップスティックの508番でございます。あまり多分動画では出てきていないと思います。あまりというか多分出てないかな、出てないんですけど、実はこれもめちゃくちゃ気に入っていてですね、何がいいかって、色もとても可愛いんですよ。こういう感じでピンクベージュっぽい感じかな、落ち着いたようなカラーになっているんですけど、これがねめっちゃ塗り心地がいいんですよ。塗り心地ではダントツでいいです。本当に初めて使った時びっくりしました。名前の通りちょっとパウダーっぽい感じの質感でも乾燥は全然しないし、しっとりとした感じのテクスチャーなんですけど、塗ってて気持ちかったです。唇がそのぐらい良くって、まだ私ねこれ1個しかないんですけど、他の色もちょっと気になるなって思っています。発色もとてもいいし、このカラーもすごく絶妙で、このリップあんまり紹介はできていなかったんですけど結構気に入っています。であとですね、これケースがすごいいいなって思ったのが、リップのキャップってやっぱりねこうたくさん使ったりとかして何回か開け閉めしていると緩くなってきたりとかすると思うんですけど、このリップですねこう閉めるじゃないですか、わかりますか、こうカチってなるんですけど磁石になっているんですよね。ちゃんと閉まる感じになっているので、まあその面でもすごくいいなと思いました。はい、というわけでこのような感じで私の2019年のベストコスメは以上になります。どうでしたでしょうか。結構もう選べに選んで私がおすすめするベストコスメを紹介しました。まあ私もねそんなに世の中の全部のコスメを知ってるってわけではないので、私が使ってきた中でっていう感じにはなってしまうんですが、でもどれもね自信を持っておすすめできるものなので、ぜひぜひ参考にしていただければ嬉しいなと思います。逆になんか皆さんのベストコスメとかあったらぜひ教えてください。今ねあんまりテクスチャーだったりとか色だったりとか紹介できなかったので、また改めてベストコスメを使ったメイク、ベストコスメだけでメイクをするっていう動画も撮りたいなと思っているので、こちらもぜひ楽しみにしていてください。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではバイバーイ。